皆さんこんにちは、しほです。今日はですね、ダンスを、今までやってきた習い事のダンスをやめることになりましたということをね、皆さんにちょっと紹介したいなと思って今動画を撮ってます。で、今まで約3年間やってきて、まあ友達ができ、ダンスをし、とても楽しい時間を送ってきたわけなんですけど、今回ちょっとそのダンスをやってた施設が取り壊されるということで、はい、ダンス施設もなくなってしまうということで、ダンスをやめたっていうよりかはダンスをやめなければならなかったの方が、まあどっちかというと近いんですけど、やめました。でもあのやっぱり中学校になったら、私は中学校にはならない、中学生になったらもうやめるって言ってたんで、まあ半年ちょっと早くやめることになったって感じなんですけど、やっぱ寂しいですよね。その今まで過ごしてきた楽しい時間をありがとうということで動画に残しております。みんなありがとう。見てくれてるかわかんないのに、みんなありがとう。はい、ということで、そういう報告動画ですね。はい、まあね、ちょっと施設取り壊されるから、もう本当にやりたくてもやれない状況なんで、もうみんなとね、バイバイ、ありがとう、今までありがとうって別れました。でもそんな全然ためらいとかもなくて、先生とかも普通にお疲れ様って終わりだから、あ、お疲れ様ですって終わりだから、なんかこれで最後っていう感じが全然しなくて、でその友達とかもお母さん同士が LINE で繋がってて、まあいざとなったら、あ、バレオルさんいますかって言って普通に声も聞ける状況なので、別に寂しくはないかなと思ってます。ただ楽しかったダンスが終わるということで、はい、終わっちゃったなっていう動画ですね。ねえ、楽しかった、めちゃめちゃ楽しかったんだけど、うん、使ってたリュック、このリュックとかアディダスのね、でこの使ってたアディダスのシューズとかも全部このね使ってたんですよ。このアディダスのね、可愛いでしょ、このピンクのアディダスって書いてある、このシューズも使わなくなるということで、何に使うのって話なんです。めっちゃ可愛かったんだよ、この靴とこのリュック、アディダスのね、このねリュックめっちゃ可愛かったんだけどね、もう使う機会がないというね。いやー楽しかったね、ダンス。まあでも私あのダンス動画とか普段撮らないんで、これからはねダンスが恋しくなったらそういうところに、そういう動画を作りたいなと思ってるんですけど、まあ、YouTube のダンス難しいんだよね。正直言って、そのだからそのダンス教室のはなんかレベルに合ったダンスをさどんどんするじゃないですか。だからそんな難しくないんだけど、難しいんだよね、その YouTube のさダンス動画っていうの。もうちょっと簡単なのね。時間があったらまたねそういう動画をね撮りたいなと思うので、はいはい、ということで今日は私がねダンスをやめたっていう報告動画でした。それではバイバーイ。